毛利重助毛利重助から1901年7月13日は、長州藩一門画廊である、吉木毛氏への16代当主、鉄道技術者、男爵、旧姓、山本。数王国で、長州藩士、山本新一の長男として生まれる。藩校、名林館で学んだ。1865年、現時の内乱では、お立て隊隊長となり、 第二次徴収政党にも参戦。1869年、米国連セラー工科大学へ留学し、1872年、鉄道建設などの研究のため、イギリスに渡り、1875年4月に帰国。工部長鉱山領7党出資となる。1876年2月、吉木毛利家15代、毛利源一の養子氏となる。以後、釜石市長主任。 公儀商議将棋長を務め、釜石鉱山の鉱石運搬用鉄道の付設などに、従事。1882年5月、新橋鉄道局に転属となり、日本鉄道会社第一区線、川口熊谷間の総監督を務めた。1885年7月、日本鉄道会社の技術長に就任。その後、理事委員兼副社長などを務めた。 1899年10月7日に発生した、放棄川鉄橋列車転落事故にも派遣されている。1900年5月9日、断尺を除尺。1901年7月13日、乗車していた軽井沢に向かう列車が、薄い峠で逆走したため、息子の助三郎と共に飛び降りようとした際に列車に巻き込まれ、重助も事故死した。 1901年7月13日午後8時40分頃、関鉄新越線横川駅午後7時50分発、下り長野駅行き第51時おかく蒸気列車が、熊野平駅を越えて、第26号水道を4分の3ほど過ぎたところで、機関車演出内の蒸気関節合部が外れ、爆音とともに、機関車内が蒸気と火の粉に包まれたため、 機関手が非常制度をかけて列車を一旦停止させたが急勾配により逆走し始めた。車掌は乗客に床に伏せるよう指示し、機関手と共に約 2km 逆走した第10号、水道入り口付近で何とか列車を停止させた。機関女子2名は事故発生時に蒸機によって車外へ吹き飛ばされ、それぞれ軽傷と重傷を負ったが、事故直後に自力で飛び降りて脱出して、 近くの信号場へ事故を知らせた、乗客1名に怪我はなく、約40名の乗客も停止後に列車を降り、無事軽井沢駅まで歩いた。毛利親子は、軽井沢に新築した別荘の見分を兼ね、秘書に行くため、同列車に乗り合わせて事故に遭遇した。重助は乗客に飛び降りろと叫ぶと、12歳の助三郎の手を引いて、デッキから飛び降りたが、運悪く、足を引っ掛けて倒れ、 車輪の下敷きとなり、その勢いで投げ出された、スケサブロも、頭部を大出して絶速した。鉄道の専門知識から、逆行列車を止める難しさを知るが、ゆえの判断だったのだろうと言われる。ありがとうございます。